皆さんこんにちは。小松です。今回から200分の1フォーベットを制作していきたいと思います。突然ヨットと思われるかもしれませんが、海ジオラマ仕様で制作依頼をいただきましたので、制作を行っていきたいと思います。200分の1ですが、元の船が小さいのでそれほどパーツ数も多くなく、作りやすいかと思いつつパーツ確認。思ったよりモールドも綺麗で引けも少なかったんですが、クリアパーツ、お前はダメだ。ちょっとわかりにくいですが、中央部が盛大に引けているのがわかりますかね？これは修正どうしようかな。まずは船体を進めていきますか。少々パーツが歪んでいますが、まあこれくらいならなんとか。多少の歪みは熱をかけて矯正するほどではないので先に瞬間接着剤で固定した後、プラ用流し込み接着剤で接着します。海ジオラマを要望いただいているので、付属している台座は不要なんですが、船体を固定しておく作業台にしたかったので、捨てずに組み立てました。台座に接着した船体を乗せ、甲板を接着します。甲板は木甲板にしたいですねー。一応探しましたがこのキットのディテールアップパーツはなし。知ってた。仕方がないのでまた今度レーザー加工機で作ります。船尾の接合部がやたらと汚いのでここはパテを埋めて修正します。最近は CPU 剥がし用のヘラに慣れたのでこればかり使っていますね。パテが乾燥したらヤスリがけ。思ったより引けなどはないですね。いいぞエレール、かっこいい。一通りヤスリがけが終わったらサフ拭きを行います。サフ拭き完了。引き続き船体にパーツを取り付けていきます。ちょっといいピン跡が目立つのでパテで埋めておきます。パテが固まったらヤスリがけ。これを先ほどサフ拭きした船体に接着していきます。船尾の舵パーツも取り付け。船首の装飾パーツを取り付けます。ちょっと合いが悪く、隙間ができてしまいました。隙間が大きい場合はラッカーパテでは引けがひどいのでタルクと瞬着硬化パテを混ぜたものを塗り付けて埋めてやります。パテは自作パソコン用のヘラが使いやすいのでおすすめ。瞬着なので、すぐ硬化するはずですが、念のため1日放置しておきます。硬化したらヤスリがけ。瞬着硬化パテは硬いので棒ヤスリで荒削りをして目の細かいヤスリで仕上げます。さて、船体処理の合間に窓パーツを作っていきます。今回のキットのクリアパーツ、中央部が引けていてこれを修正するのはなかなか厳しそう。中央部ががっつり引けちゃってます。これを修正する方法がいまいち浮かばなかったので窓はキットのパーツを使わずに自作していきたいと思います。丸窓は棒ヤスリで少しパーティングラインを処理した後、アクリル丸棒を突っ込んで瞬着固定します。片側はあらかじめヤスリで削ってきれいにした面をパーツの窓に合わせ、背面の棒が飛び出した部分はニッパーカットを行います。これを丸窓すべてに実施します。棒のカット面を平滑にして、平滑にした面をスポンジヤスリでさらに平滑に。これを押し込んで平滑面と丸窓の枠に合わせます。瞬着で固定します。
瞬着を流す際は 0.2 ムのシャーペンを使用。次は角窓の対応。ここは都合よくサイズの合うアクリル角棒がなかったので透明樹脂を流し込むことにします。表側に PP テープを貼って、そこに透明樹脂を流し込みます。レンズのように見えるのを避けるため、透明樹脂は窓枠から溢れるくらいに流し込んでおきます。硬化したら PP テープを剥がします。はみ出させた分の透明樹脂はヤスリで削って平面にします。表面は PP テープを貼っていたので平面になっていますが、少し凹凸になっていたのでヤスリがけをしてより平滑にしておきました。これで窓作成は完了です。旅客機模型などでも使えそうな気がしますね。では煙突製作を進めます。といっても小さい船なので小さな煙突一本。貼り合わせて終了です。ダメだ。満足できないぞ。ちょうど同じくらいの太さのアルミパイプがあったので、旋盤で削り出してみることにしました。表面を削って一皮剥いておきます。さらに単面を削ってきれいに面を出したら、追加でちょっと内側を削っておきました。煙突は少し傾いているので現物合わせで棒ヤスリで削ります。簡単に設置してみるとこんな感じ。やっぱ金属パーツ、たまらんわ。ここにドリルで穴を開け、配管パイプを取り付ける支柱を作ります。支柱は 0.5 ミリの真鍮線を差し込んで再現。瞬着で接着しておきます。長さは現物合わせ。この船、資料が全くないので長さなどはパーツに合わせて作るしかないですね。煙突はブルータックで仮固定、真鍮パイプを現物合わせで接着すれば煙突完成です。煙突ディテールアップ完成。キットのパーツと比較。かなり重厚感と精密な感じが出て小松は満足です。さて船体塗装に入ります。サフを拭いて表面の傷を確認します。傷などがあった場合はサイドパテを埋めてヤスリ掛けを行い、サフ拭き。これを繰り返します。表面処理作業が完了したら、鑑定色から塗装を行います。説明書に色番号などの記載がないので箱へと、なんとなくのイメージで色を調色しました。こういう時に資料がないと結構困るんですよね。海外で作っている方の写真を見たりしましたがみんな色がまちまちです。乾燥したらマスキングテープで縁取りを行います。あまり歪まず、多少の曲線には対応できる一無が使いやすいかなと思います。カーブが厳しいところは爪楊枝の先端で調整しつつ、曲げていきます。縁取りができたら残りの面は幅の広いマスキングテープを貼ります。シワが寄ったりずれたりしても塗料が入り込まなければ良いので気にせず貼ってしまいましょう。最後に残った部分やテープの合わせなどにマスキングゾルを塗ればマスキング完了。ゾルが乾燥したらホワイトを拭きます。フィニッシャーズのファンデーションホワイトか、ガイアのアルティメットホワイトが隠蔽力高めでおすすめ。直接拭いても透けずに発色してくれます。ちょっと持ち手が安定しないのでゴム手袋つけて塗装します。船体の塗装っていつもこんな感じなんですが、何かもうちょっとうまい保持方法を考えたいところ。側壁に2本茶色のラインが走っているので白塗装部分をマスキングします。先ほど同様に一無のマスキングテープで縁取りします。縁取りができたら幅の広いマスキングでそれ以外の部分をカバー。マスキングゾルで重なっている部分やマスキングできていない部分をマスクします。
茶色を塗装します。塗装完了。環境も同じ色なので、一緒に塗装しました。環境については後ほど組み立て工程を紹介します。塗装が終わったのでマスキングを剥がしていきます。特に目立った塗料の入り込みなどはないですね。船体の塗装完了です。では船体のウェザリングを行います。白い船体に墨入れをしてしまうとちょっとくどいので、茶色の油絵の具で軽くウォッシングをするレベルで留めておきたいと思います。油絵の具とペトロールを混ぜ合わせ、薄めに塗料を溶いて船体に塗っていきます。あまり濃い色にならないようさっと表面に塗る程度に留めます。ある程度乾燥したら、ペトロールを含ませた筆で油絵の具を少しずつ拭います。汚れの流れる方向を考えつつ、上から下に筆を動かしながら拭っていくと自然なウォッシングになります。あまり汚さないでほしい、という依頼主の要望もあって、できる限り油絵の具は筆で拭い取りました。ウォッシングができたら、この船唯一のデカールを貼り付けます。かなり古いキットのはずですが、デカールの保管状態は良かったようです。バラバラにならなくて良かった。これを自作するのはなかなか大変ですからね。反対側も同様に貼り付けます。船首のモールド部は、装飾が施されています。ただモールドがかなり甘いのでマスキングはほぼ不可能。クリアオレンジを筆塗りでそれっぽく仕上げることにしました。クリアオレンジをエナメルシンナーで希釈、少し塗料がモールドに流れるくらいにして流し込んでいきます。最後に艶消しを拭いたら船体の塗装は完了です。スクリューはプラパーツがバリだらけだったので、それっぽい金属スクリューに交換しました。船室の塗装を行っていきます。カッティングプロッタで窓サイズに切り出したマスキングテープを貼り付けます。マスキングが終わったらサフを拭いて下地塗装を行った後、船体で塗装した茶色と同じ色を塗装していきます。マスキングシートを剥がします。ピンセットで一枚一枚剥がします。比較的窓の数が少ないのが救いですかね。支柱を立てていきます。元パーツが結構太くおもちゃっぽく見えたので 0.6 ムの真鍮線に交換することにしました。2階甲板部の切り欠き部分をパテで埋め、ヤスリがけ。柱を立て終えました。これを船体側面に設置するよう高さを揃えてカットします。船室の天井部分は白色なので、船室側面をマスキング。先ほど取り付けた真鍮線が外れないよう注意しつつ、マステを貼ります。何度か真鍮線が外れていいってなりましたけどね。最初にマスキングしときゃよかったのにね。白塗装を行いました。マスキングテープを剥がします。台座は、オーダーメイドの額縁を使います。少しお高いですが、
サイズも任意、また様々な種類の額縁があるので作品に合わせて選べるのはありがたい。裏のビスや板などを取り外して枠だけにしたら、付属のアクリル板を底面にして透明樹脂を流し込むための枠を組み立てます。額縁の断面を当てにして、短冊状にカットしてもらったアクリル板をアクリル用接着剤で接着します。アクリル断面の接着はシリコンシーラーを使いました。ここに透明樹脂を流します。今回使用したのはフローレスレジン。まずは少量流し込み、先に隙間などに樹脂を行き渡らせて目止めをきっちりやっておきます。ラピュタのタイガーモス製作動画でも紹介しましたが、この樹脂は今まで使っていたデブコン ET より使いやすく最近愛用しています。値段が比較的安く、匂いも少ない。一気に流し込んでも高加熱で樹脂が焼けることもないです。この時は冬場、室温20度前後でしたが、3キロ一気に流し込んでも焼けることはありませんでしたね。今までは高加熱が怖くて数ミリずつ流し込んでいましたが、一気にいけるので非常に楽です。側面から見た時に積層跡も見えないので非常にありがたい。樹脂が硬化したら、大波小波を叩くように乗せていき波を再現します。やっぱり綿棒が使いやすいですね。波の形が出やすいです。透明樹脂の流し込みができたので、船体の製作を再開します。あらかじめ甲板パーツをスキャンしておき、イラストレータでカットと彫刻データを作成。これをレーザー加工機でカットします。この木板は片側がシールになっているので、台紙から剥がしたら、そのまま貼るだけで OK です。貼り終えました。機関板を貼るだけでなかなか映えます。甲板に配置するパーツ製作。救命ボートを作ります。キットを貼り合わせ、引けや隙間をパテで埋めたらヤスリがけ。底のオレンジを先に塗装、マスキングをします。よくやる 0.4mm マスキングテープで縁取りをしてからのマスキングゾルです。白塗装をした後、ティッシュペーパーをカット、ボンド水を含ませて接着します。これをラフにカットした上でシートの形状に整えていきます。カットしたら下出るカラーを筆塗りします。ここに油絵の具でウォッシングを施します。乗せすぎた油絵の具はペトロールで除去しておきます。手すりは、キットのプラパーツでは非常に太かったので汎用のエッチングパーツを使います。白塗装をした後、下出るカラーで一部筆塗りを行いました。接着には 0.3mm のシャーペンを使用し、先端に瞬着をつけて点付けします。サンディープリンタで製作したパーツも塗装を行い、マスキングが難しいところは筆塗りを行っています。こちらも同様に瞬間接着剤で固定します。その他マストや階段などを順次取り付けていきます。怒りを取り付けます。箱絵を見ると側壁に引っ掛けていますが、これって怒りを持ち上げるんかな？パーツの取り付けが完了したので、針線を行います。今回はボートなので、箱絵に合わせて白いものを購入してきました。救命ボートを配置します。これも瞬間接着剤で固定。フィグアも塗装します。さすがに200分の1は小さいですね。下出るで筆塗りしていきます。塗り終えたら配置します。箱絵を参考に、と思ったらフィグアのポーズが違ったのでイメージで配置することに。
ハンプを作ります。これがキットではヒートプレスされたシートをカットするようになっているのですが、ちょっとオーバースケールにしか見えなかったのでクラフト紙で作り直すことに。クラフト紙にボンド水を含ませて、キットの帆のパーツに当てて形状をトレースします。乾燥したら外して、ハサミでカット。クラフト紙の色そのままでも良さそうでしたが、さすがにちょっと紙っぽさが出ちゃうのでサフ、白塗装、クリーム色を塗装しておきます。これを針線に接着して、マストに固定します。あともう一本手が欲しいですね。頬保持しつつ、針線を結んでいくの難しすぎる。マストにかかっているはしごは、キットにジグがあったのでそれを使って組んでいます。4箇所もあるので、意外と時間がかかりましたね。エッチングでもあればよかったんですが合うものがなかったのでひたすら瞬着点付けをやっていました。依頼者様からの要望で、カレンダーの写真を背景にしてほしいとのことでしたのでこいつを加工します。ケースに貼り付けるか、板を立てかけて貼り付けるか迷いましたが、ケース貼り付けだと海ジオラマと台座枠の間に隙間が空いてしまいます。海ジオラマの後ろにアクリル板を立てかけて貼り付けることにしました。アクリルは5ミリ、透明だと後ろから見た時に貼り付け跡が不細工なのでクリアブルーを使います。これを水貼りします。ハケで写真の裏面から水を含ませて、さらに上からボンド水を全体に塗ります。これを準備したアクリルに貼り付け、気泡が入らないよう、端から貼り付けを行っていきます。ボンドが乾いたらアートナイフではみ出した部分をカット。海ジオラマの枠と額縁の間はあらかじめ5ミリの隙間を背面側に確保しておきましたので、先ほど作ったものを接着剤を塗って差し込みます。最後は旗の製作。旗はキットに付属している部品だと印刷がいまいちだったのでカラーレーザープリンタで出力した旗を使います。最近はコンビニのコピー機にデータを持っていけば印刷できるので便利ですね。これをボンド水につけて、風になびく旗をそれっぽく作って乾燥させます。最初に一度指でぐちゃっと潰してやると加工しやすいです。乾燥したら、取り付けます。これで全ての作業が完了しました。では最後に完成写真のスライドショーをご覧ください。
ご視聴いただきありがとうございました。また次回作でお会いしましょう。